頼むぞ。これ取るまでやるから絶対。簡単に取れたら意味ないからな。頼む。あっちー、どうしたらいいやこれ。いやー取りたい。これ取ったら喜んでくれるぞ。来い。上がれ上がれ。来てる。まあどうしてもそうなるんか。うわあ、まあな、まあ、すぐ取れたらな、ありがたみないからな。絶対喜んでもらうぞ。来い。来てるぞ。さすがにきついな、これも20回以上やってるから。取れまでやろう。あ、お父さん。いや、なんか恥ずかしい。改めてなんか恥ずかしいねんけど、ちゃんとなんかしたいなと思って、あの父の日。いいよ。いやいや、ほんまにほんまに。いい。いやいやいや、ほんまに。いやいや、いやほんまに。いい、いい、もういい。いやいや、まともになんかこういうことあんましてこんかなったなと思って。いい、うん、いやいや、ほんまに受け取ってほしい。いいっていいって。いやいや、ほんまに。いや、ほんまに、ほんまに、ほんまに。いやいや、あの、うん、これぐらいさして。もういい。いや、感謝の気持ちあるから、やっぱり。いや、もういいから、もう。いやいや、ほんまに、これもう受け取っても。なんやの、感謝の気持ちあるから。いいと思う。いや、一応頑張ったから。いや、もう。いや、ほんまに頑張ったから。うん。頑張ったってない。うん、いい。いや、受け取って。いいって、ほんまに。なんやねん、もうこれ。いや、もう受け取るだけ受け取って。うん。ほんまに感謝してるから。いい、いいって。いや、その照れすぎやって。いや、もう照れてるとかじゃなくてほんまにいいて。なんでや、もらってや、受け取ってほしいねんから。お父さんのために頑張って取ってきてんだよ。取ってきたってない。いや、もういい、いい、いい、いやいやいや、いいて、もういい。ちいや、ほんま照れややな。もういい、いい、これ。なあ、これ。もう最大級のやつ。何？あの、クレーンゲームで。うん。一番でっかいやつ。うん。何？一番でっかいやつ取ってきた。なあ、これ。これプリンかな？うん。いらん、もうこんなん。いや、いい。いやいや、じゃあ受け取って。いや、もういい。いや、よう座ってるからさ、クッション代わりにしてもらってもいいし。いや、ほら、もう普通のクッションでいいよ、そんなもん。いや、だから、これ使ってや。人形ちゃうんかいな。人形というか別にプリンのクッションみたいな感じ。もういや、もうプリンセットいらんわ。もういや、そうやけどさ、めっちゃ頑張ってんで。頑張ったって何や、クレーン、あのゲームセンターなんですか。そう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 。3時間ぐらいかかってこれ取んの。なんぼつこてん。最終的に18,000。何してんねん。あ、いや、でもこれ取れるまで絶対やめとこうと思う。こんなことで18,000使うな。いや、こんなことって、あの、お父さんに使ってもらいたかったから。うん。そんなふうに、そうやって覚えはありません。いや、敬語。これ何ぼ使ったんですか、これに。18,000。使いすぎや。あ、いやいやいや、だ、自分のお金関係ないから。そんなこれ一応使うの。何や、その袋も大きい。その袋何や。いや、あの、ゲーセンでゲットした人がこんな大きい袋つけてもらえるやつ。いや、いや、でもほんまに、あの、ほんまに感謝してて、こんなのよろしくな。父の日にこんなの渡すな。
ね、プリンのクッションって。いや、めったにゲットできへんやつ。いらん。お父さんのために。お父さんのためにコロナの肘ってこれ取るな、こんなもん。いや、ほんま大変やってんで、あの店員さんもめっちゃ拍手してくれて。それにこの人いっぱいお金使ってくれて、のその拍手。なんで父の日にこれを渡そうとして。そもそも父の日になんかあげようってなって、デパートとか行かず、なんでクレーンゲーム行くねん。あ、クッション買ったらええやろ。はぁ、年いってる親父。周りの同級生の親よりも一回り以上上の親父。これを受け取って俺はどんなリアクションするもんって。いや、泣いて喜んでくれるから。そんなより育った覚えはありません。何ぼつこだ。18,000円。最悪やもう。18,000円をつこてくれてありがとうってなると思うやん、こっち。俺のためにそんなやってくれたんかって。こんなありがとうの一言でええわ。これではいつ買って、一応置いとくか。いらん。いや、せっかく取ってきたから。こんな大きい袋も使うな、もったいないし。いや、これだからもういい。いやいや、ほんまにほんまに、じゃあ使って、ほんまに。いや、ほんまにほんまに、せっかく。もうさ、おっとさ、79やねんかな。柔らかいから、これ腰にいいから。これを喜ぶ人に渡します。いや、お父さんのために取ってきてんて。私はこれで喜びません。私、これで喜ぶ人が他にいます。ちょっと行って。分かった、分かった、分かったから、分かったから、持って帰れ。知ってる親父。79。全然何のユーモアとか冗談も何も通じへんやんけ。珍しいって今の時代、ケツパンパンすんの。喜んでくれると思ったのに。